はい、今ですね、無事ツアーがほぼ終わって、これからラスベガスに向かうところでございます。まあ、この動画で何を撮るのかと言いますと、まあ、たまたまなんですけどね、今日僕のお客さん、こちらのお二人、ちょっとこれからアメリカ在住者で、まあ、今までそのビザのことだったり、手続きの苦労とかもあると思うんで、ちょっとそれをね、聞いてみたいと思います。Far West Life。こちらが、舞子さん。はい。で、舞子さんとみどりさんがいるんですけど、はい、どっちかが僕のことを30代と言ってくれた素晴らしい人で、どっちでしたっけ？私30代ね。で、僕のことをおっさんと思ったのが、この、まあ、おっさんでおっさんなんですけどね。はい。まあ、僕のことを、だから若く見てくれたのが舞子さんね。はい。で、僕のことを、おっさんだと見事当てたのが、年相のね、おっさんだと認めたのがみどりさんになります。ということで、とりあえずですね、舞子さんにまず、はい、お聞きしたいんですけど、はい、舞子さんはさっきも話してたように、はい、J1 ビザで今アメリカに、はい、カリフォルニアに滞在されてると。はい、LA に来ています。はい。で、この J1 なんですけど、よくほら今ビザどうやって取ったらいいんですかっていうね、質問をよくもらうんですけど、はい、まず J1 をどのようにして取られたんですか？私、前職10年働いてたんですけど、はい、社会人として、はい、まあ、アメリカ、去年、大学院、はい、はい、で帰ってからもちょっとアメリカまた行きたいなって思って、はい、で単純にもうアメリカ働くで検索しました。おお、はいはいはい。で出てきたのがその J1 のプログラムだったんですよね。はい、はいはいはい。で駐在員とかでもなく、普通にアメリカで働きたいって結構難しいじゃないですか。難しいよね。はいはいはい。なかなかすぐで、しかも何年かこの企業で働いて、はい、アメリカに行くうんうん、私の場合はもう今すぐ行きたかった。おお、はい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 。だから、はい、J1 のビザでそれで検索してたどり着いて、はい、まあ、J1 だと、まあ、期限が決まってるんで限定やね。はいはいはい。まあ、永久には住めないけど、はい、取りやすい、比較的取りやすい、うん、でもうすぐに来やすい、はいはいはい、ものだったので、はい、それを選びました。ちなみにそれで取りやすいとは言っても、誰もが、はい、じゃあ取りたいからって言ってすぐ取れるもんなんですか？一応、はい、あとですよね、日本の会社で、はい、3年以上働いてないです。経験がないとね、はい、社会人経験があり、うんうん、さらにその働いてた会社の業種、はいはい、と関連付けた会社でないと僕ちの働けない。あ、全く畑違いの会社では働けない、はい、あ、じゃあやっぱりその申請するときにこっちの会社も見つけとかなきゃいけないとか。あの J1 を受け入れてくれる会社、はいはいはい、なるほどなるほど、はいはい、J1 も、まあ、はい、ちょ調べと出てくるんで。あ、なるほど、はい、それで自分で全部調べて連絡とアプライして、はい、でも一応それもビジネスとして、はい、エージェントがあるんですよ。その J1 で働きたいと思う人専用にやってるね。はいはいはい、うん、あるので、はい、どこにするかはもう話して次第だと思うんですけど、はい、私はとりあえず一番上に出てきたとか。はい、なるほどなるほど。それでじゃあ実際に応募しました、はい、ちょっといろいろ面倒くさいプロセスとかやっぱあったわけですよね。はいはいはい。やっぱ面接とかがやっぱ苦労しましたか？あ、面接、まあ、その前に、はい、準備で結構履歴書を日本語と英語で書かなきゃいけないです、ね。あ、なるほどなるほど。はい、まあ、日本の履歴書、はい、日本の履歴書はまあ書けますけど、はい、まず英語の履歴書書くってところにまずつまずくじゃないですか。そうですね、はい、日本の履歴書の書き方は全然違うんで、うん、そこでつまずく、はい、でやっとできたと思って、はい、でまあ、それをアプライして、うん、で会社もこう選ぶ権利があるというか。そうですね、はい、うん、まあ、受け入れてるとはいえ誰でも食べてもですよね、審査通らないといけないですね、はい、はい。はい、でこういう会社に応募したいですってなって、はい、でエージェント通して送って、はい、会社がそれで書類審査が通ったら、はい、面接、その会社とまた面接するんですよ。なるほどなるほど。私の場合は運よく今の会社で面接をしましょうとなったので、はい、面接をしました。なるほど。でそれまた時差があるんですよね。あ、オンラインでやったわけですね。オンラインで来れないんで、はい、はい、
そのために。そんな高くてもはいはい。まあまあ、ちょっと徹底しとこうかなということでね。ちょっとね、はい、背景とかちょっとやばいなと思って。うん、なるほど、なるほど。はい、で、ホテル取って、はい、で、深夜12時に面接開始。はい。で、まあ、運よくそれもうまくいって。まあ、うまくいって、はい。で、じゃあ、会社、そこからオファーが来たら、今度、大使館に面接に行かなきゃいけない。おお、はいはいはい。会社がオファーして、OK、オファーしてくれたとしても、はい。全部アウトですね。失いますね。はいはいはい。でまあ大使館じゃ あの面接予約しましたと。はい。それ結構なんか手こずりましたか。で、あの一応そのエージェントが、はい、過去にどういう質問をされたかとか、うんうんうん、こういう質問されたら必ずこう答えてくださいっていう、はい、ハウトゥーを教えてくれるので、はい、私はその問題集丸暗記。おお。大事なのは。はい。マイコさんの場合は、私中国語、その面接は英語ですか、ちなみに日本語？あ、英語でね、はいはいはい。あ、そう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 。なるほどね。あと、はい。っていうのをね、うまく言わなきゃいけなかったと、はい、でそれをもってしてさらに日本に帰ってきて、はい、どういうことをしたいのか。そうやね、それが今やったらアメリカに住み着かれると思われるからね。そうそうそこが一番の向こうがこうふるいにかけるポイントやね、はい、あ確かに住まれたくないからね、はい、すごい長かったですね。で、はい、あのカンペとかも一応なんか問題集紙で、はい、プリントアウトできるような感じで送ってくれたんですけど、はい、まあ、もちろんはい、大使館で結構あの持ちチェックとか、はいね、はいはいはい、余計なものはできなくて、カンペとか持ってても、あとあのあーとかうーんとか結構詰まっちゃうのも、はい、あまりに英語ができないと、はい、やっぱり一回行ってもちょっと苦労しちゃうかもっていう感じで落とされることもあるみたいなので。そうやね、それ聞こうと思ってて、まずね、そう、英語ができる前提やね、じゃあね、よく考えたら、うん、それは、うん、完璧にはできなくても多分大丈夫、まあ、受け答えが、うん、会社ごとに、うん、一応何点数かってことをいく、はい、700点数とかいうのがあるので、はい、まあ、基本の会話ができれば、うん、多分大丈夫。まあ、俺そんなまとめにちゃんとなんかそういう正式なテストみたいなちゃんとあんまり受けた記憶はないんだけど、ただね、まあ受ける意味もないんだけどね、はい、だけど例えばそう点なんて言ったらぶっちゃけ俺のまあ中での話だけど、ちょっと勉強するやさ、喋れなくても取れる人っているやん。でも面接が受け答えできるって結構ハードルきつくない？アメリカ人とでしょ、だって。そうですね、うん、だそこら辺の練習もじゃあしたわけです。あと面接官の人と2回、はい、あ、2回。2回やった。本当に。おー。あ、電話でね。あ、電話って結構ハードルきついと思うけどな。はい。おー。面接官じゃない。はい。エージェントって日本人なので。はい。あの、普通に会話するときは日本語でいつも会話するんですけど。はいはいはい。説明書ときは最初から英語で。はい。あの、練習。なるほどなるほど。はいはいはい。本当に、その、はい、その模擬面接です。はいはいはい。え、私、逆にそっちの方が緊張しましたけど。おー、なるほど。で、2回の面接練習であんまりうまくいかなくてもう1回やりましょうっていうふうに最初から言われてたんで。あ、なるほどね、はい、え、もう1回だったら嫌だなって思ったから、はい、そっちの方が緊張しました。
じゃああれやね、そこでようやく、まあ、面接を終えて連絡がまあ来るわけやね。はい、でそれも、まあ、うん、そこまで、うん、もう一人そこまで一応言ってくれるんですね。パスポートも預けちゃって、はいはいはい、何週間以内に返しますよって言ってくれるんですよ、はい、はいはいはい、それがまた、はい、私の前の人が、はい、ディナイされてて、あれやりやりやりや、落とされたってことやね。そう、うん、で私なんか落とされることってないと、まあ、なんて言うんですかね、まあまあそういう感覚で来てたと、はい、はいはいはい、みんなそうなんじゃないかと思って、はい、基本的には、はい、で、まあ、いっぱい聞かれるかもしれないけど、まあ、そんな意地悪でもないだろうと思って、はい、まあ、並んでたんですけど、はい、ちょうど目の前の方、はい、結構長かったんですよ、ずっと面接されてて、あ、でじゃあしまいには、うん、その多分英語がちょっと微妙だったのが、はい、日本語ができる人が出てきて、はい、あ、通訳入ったんだね、はいはいはい、じゃああれやね、だから、うん、それもあって、うん、ないって本当にあるんだって思いました。なるほど、なおさらドキドキ、その時ドキドキをしました。ちなみに舞子さんは、はい、前の人はディナイされたけど舞子さんは OK ってもらったんですか。もらいましたよ、でも私も10も聞かれてますから。あ、なるほどなるほどなるほど、はい、はい、それはないあんまりないパターンだった。あ、じゃあもしかしたらギリギリで受かった可能性もあるっていう、はい、そうですか。厳しい人だと厳しいです。ああ、面接官にもよるっていうことなんですね。はいはいはい。自分が順番になった時に入ったもんって言われた時に。ああ、行くんでね。はい、それも運だと思います。へえ。ちょっとまとめさせてもらうと、はい、今後その J1 に行きたい人に、はい、まあ、アドバイスをするとするならば、はい、まず気をつけなきゃいけない、もう第一の条件が、まず英語である程度やり取りできるぐらいの、まあ、あの、コミュニケーション力ですよね。それは絶対に、あの、身につけとくべきで、いきなりアメリカ住みたいからっつって、英語ができないけど、はい、取れるっていうわけではないっていうのは頭に絶対、覚えとかなきゃいけないね。やっぱ、アメリカ、最初にアメリカ住みたいで、英語も自信ないだったら、うんうん、あの、語学学校とか、はい、そっちの方に進んで、アメリカに行った。あ、留学ね。はいはいはい。ただね、あの、メッセージくんの社会人の人とか多いのよ。あ、なるほど、なるほど。だから、ある程度大人になってから留学っていうのも、ほら、考えにくいから。うん。そうそうそう、はい、だからやっぱりちょっと英会話とか通っといて、ある程度身につけた方が J1 で経験したかったらね。そうですね、うんうん、じゃあまず英語の、まあ、件をクリアしなさいということと、で、あとはその関連した社会経験を絶対持てっていうことですよね。そうですね、うん、 OKOK、 で最後が、できる限りアメリカに、あの、自分は住まないんだぞっていうことをアピールするっていう、ね、この3つが重要やね。特に女性の人とか、その結婚するとかよく思われるからね。そうやって思って、はい、アプライする人もすごい多いみたいなので、はいはいはい、自分は絶対違いますというのをアピール、思ってなくてもアピールする、うん、特にその中で、そのアメリカでどうこうするだけじゃなくて、帰ってからどう生かすとかっていうのもやっぱりちゃんと結構聞かれますよね、はい、うん、してるのかな、あ、ちゃんと特定の、はい、企業でも。なるほど、それをじゃあちゃんと全部頭に入れて面接に挑んだら、まあ、受かる可能性は上がるかなっていうね。なるほど、ありがとうございます。めちゃめちゃこれためになってると思うんでということで、今回はですね、ちょっと急遽僕のお客さんなんですけど、この舞子さんにビザ事情、どんだけ、ね、苦労があったのかっていうのをね、はい、聞いてみました。ありがとうございます。はい、それでは今回ご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。 Far West Life。 このツアーちょっとね、長いドライブなんで、2ドライバーなんでね、うちのあのスティーブね、ドライバースティーブ運転してくれてます。はい、やっぱ来てよかったですか。はい、来てよかったです。あの、無理やり言わしてるんじゃないですからねなんかアメリカにいるなら見ておきたい景色だったから、はい、それが見えて、まず、なるほどあとおすすめしてくれるポイントとか、写真のポイントとかがそんな褒めてもらったら、この後ちょっとなんか煽らないといけない感じになりそうですけど、ありがとうございます。Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West Life.